舐めてくれるの？ありがとう。優しいのね。ごめんね、かわいい。落ちるよ、落ちるよ。コロリンした。ちょっとずれた？うん、なんかコロリンしたよ。いいね、いいね、いいね。うん、でもこれがちょっと落ちそうで怖いです。でしたな。いかがね。アンズちゃん、アテナデ作戦は？はい。遊んでガシャブ。まだ 20%、30% ですが、成功と言っていいと思います。はい、いいかね。はい、どうぞ。ごん食べてね。はい、ごめんね。ごめんね。食べてください。うん。どうしてもですね、ケージの1階と2階で2階を開けると1階、1階を開けると2階っていう風に、うまくスルッと逃げるというのが続いていて、特にものすごく避けているんではないんだけど逃げるのが上手という、新手のケースだったんです。それを、特にですね、食事の時に邪魔をしないようにと考えてましたが、もう食事時に触るしか手がないなということで、まずはマオイママが、専門にですね、クロケンパパが、なんていうかそこに混じるとですね、また失敗する可能性もあるので、マオイママに任せて、なでなでできるとこまで持っていこうと。で、現状の今日初めてですね、なでなでをしたら、舐め返してきたというところまで来ましたので、これはしばらくちょっと、マオイママとアンズママが、仲良くなるっていうパターンを年内は、今日が19日なので、まあ、年内それで行きましょうか。で、クロケンパパ、蚊帳の外でいいです。来年頑張ります。ということで、アンズちゃんもいい方向に行きそうです。はい、じゃあ、じゃあ、そのなでなでから始めましょう。みーちゃん、くん、くん、くん、赤ちゃんどこ行くの？はい、ちゃん、赤ちゃん、ここよ。じゃあ、ポントポンちゃんはさっきまで一緒に抱き合ってねんねしてたけど、じゃあ、くんがなでなでポイントに来たので、はい、ポンちゃんもペットから出てしまいました。じゃんくん、じゃんくん、音でわかったな。そろそろお子ちゃまが出る時間だからなでなでされよう、ね、じゃんくん、じゃんくんもお子ちゃまもしょうがかるのね。もうね、ラブちゃんもしょうがかるけど、待ってるよ、
もブラシしませんか、ポンちゃん。ポンちゃんもさ、ラブくんもシオくんもみんなブラッシングしましょうよ。ねえちゃんくん、ちゃんくんみたいにブラシ好きになりましょうよ。ねえちゃんくん、ちゃんくん毛がすべすべだよ、ふわふわだよ。ねえちゃんくん、もうあんまり取れないくらいになってきてるよ、ちゃんくん。ねえ、よいしょ、よいしょ、はい、泣き出した。タコちゃまたち、はい、泣き出したの。うん、タコちゃんは遊んでいます。タコちゃん遊ばないの、もしようが。しびれを切らして泣いています。大丈夫？遊ぶアンジちゃん、このおもちゃがお気に入りです。にょー。あ、ラブちゃんが鍵を開け始めました。はいはい、なんかプシュプシュしてます。大丈夫？ハチちゃんか、ハチちゃん、今のはしおくんだよ。ハチちゃん面白い？今度はラブちゃんが来たよ。
ちゃんのところに入っちゃいました。ラブちゃん、もういいの？ハンズちゃんに甘えたいわけじゃなくて遊びたいだけでね。ハンズちゃん、一緒に遊んであげて。タブ君とハンズちゃん。そこにはきっとフェルトボールがあるんですね。